私はもうデブ活がダメかもしれない。病院行った方がいいかな。はいさーい、食べるのサボりすぎて痩せすぎちゃった私が健康的な体を手に入れるためのデブ活第2週目、イエーイ。こちらの動画で始まった私のデブ活企画なんですけど、まあ、どうして太ろうと思ったのかとか、あとどういう感じでデブ活進めていくかっていうのはこの動画で詳しく話してますので、ぜひ概要欄から見てみてください。毎週1回この1週間分の私の食事内容と、それからまあ体を作るためにやっているようなことを全て記録して皆さんにこうやって報告する動画を作ってますので、同じようにね、なかなか太れないで悩んでるっていう方はね、ぜひとも参考にしてください。で、私のデブ活は毎週1個課題を作って、それをクリアしていくっていう感じでね、やってってるんだけど、今回の課題はカロリー計算をするっていう風にやってるんですよ。私ね、すごい小食でたくさん量食べれないし、あと脂っこいものとかも苦手で、なんかこうラーメンとか揚げ物とか、ああいうちょっと太りやすい高カロリーのものっていうのがなかなかちょっと食べれないんですよ。だけどきちんとね、自分の必要な、太るために必要なカロリーさえ取ればきちんと体重は増えていきますよということで、今回ね、かなり私食事内容ヘルシーなままできちんと自分のカロリーを超えるようにね、計算しながらやってきました。それを1週間やった結果、体重はどうなったかっていうのはこの動画の後半でちょっと体重測定をしていきますので、ぜひとも体重測定まで見ていってください。それでは私の1週間のルーティンご覧ください。どうぞ。はい、ということで2週目1発目の朝ごはんはこんな感じです。まあ、ざっくり計算なんだけど、朝ごはんだいたい400カロリーぐらい取りました。これで今日の2食目はサバ缶丼と温野菜です。サバ缶丼は前にね、作り方の動画を出したんだけど、これ本当に簡単で美味しいからね、ぜひ作ってみて、概要欄に貼っておきます。今日あんまり食べてないって言ったら、旦那が夜食にオムレツを作ってくれました。違うよ、チーズ明太バターオムレツだよ。チーズ明太バターオムレツだそうです。おはようございます。今日はちょっと朝食欲がないので、キャベツと卵とベーコンのスープでちょっとご飯を食べます。ご飯も少なめです。本日2食目はステーキ、昼からステーキ、イエーイ。サガリっていう部位、これも赤身で食べやすくて美味しいです。やっぱ赤身だと食べやすくていいね。今日の晩ご飯はマグロの漬け丼と朝から食べてる野菜スープ。昨日は筋トレをサボりました。で、部活のチートデーとして筋トレサボる日を日曜日に制定したいと思います。で、今日は月曜日だから筋トレします。膝伸ばして、うひ、ちゃんと膝伸ばして、うん、ちょっと待って、はい、あー、犬乗ってる、はい、犬乗ってる、はい、マジで乗ってる、はい、はい、ハーゲンダッツ、これ期間限定だけどめっちゃ美味しいから今のうちみんなぜひ食べてね。正直朝一のご飯が一番きつい。なんかお粥とかにすればよかった。スムージー多いよ。頑張れ、頑張れよ。はい、もう2食目なんだけど、全然朝の分がお腹減らないので、ちょっと一旦肉まんを食べて摂取します。あー、でも全然お腹空いてないわ。頑張ろう。2日連続ハーゲンダーツ、幸せ。あっちゃ、おはようございます。今日のご飯は雑炊です。このちょっと雑炊ってやつに卵を入れたやつです。一応デザートに栗原さんのパンナコッタも食べます。
腹がさ、気持ち悪い今日。なんで？あんま無理しなさんだよ。でもやだ、せっかく頑張って食べてんのに痩せちゃう。そうだったら、もうどうにかしよう。俺がなんか入れてあげるよ、たくさん口の中に。え？例えば？豚の脂身とか。やだよ。私はもうデブ活がダメかもしれない。頑張れよ。もうお腹めっちゃ壊してる今。マジ？つらい。つらいよ。おはようございます。朝はね、やっぱ雑炊とか軽いものが楽だっていうことに気づいたので、今日も雑炊作りました。ひじきとデザートにプリンです。全然治らん。お腹痛い。病院行った方がいいかな。はい、ということでね、あのあと病院に行ってきたんですけど、その結果1週間おかゆ生活が決定しました。もうなんでよ。ここ数日ね、ちょっとお腹の調子が悪くて、なんていうかこう入れた分出るみたいなさ、そんな状況だったのよ。で、もともと太りたかったら一回病院で検査受けた方がいいですよっていうコメントもいっぱいいただいてたので、まあそれも含めてね、ちょっと検査を受けに行ってきました。で、今回ね、血液検査をね、するために採血してもらって、で、検査の結果自体は来週出ます。ただ、今現段階でお腹の調子悪いので、一旦ちょっと中出し切りましょうということで、いろいろと食事制限が課せられまして、野菜と果物は絶対 NG で、あとは乳製品も NG、それからね、納豆もダメって言われました。とにかくお粥を食べ続けなさいと。そういう生活をちょっと次の検査のね、来週まで一旦続けることになりました。こっから先の日程はもうずっとちょっとお粥生活になっちゃうので、カロリー計算はお休みします。あとね、運動も NG って言われちゃいました。極力動かないでくださいとのことなので、ちょっと筋トレもお休みします。一応ね、このお粥生活も終わってからの1週間で一度体重測定をしますので、まあどのぐらいの体重の変化があったかっていうのもね、皆さん楽しみにしていてください。私は体重測るのが怖いです。はい、ではおかゆ食べます。いただきます。味気ない。めっちゃいいの見つけた。これさ、赤ちゃん用のせんべいなんだけどさ、めちゃくちゃ消化良さそうなんだよね。あ、固形物美味しい。はい、そんな感じでした。もうさ、本当にさ、ままならねえなって。もういや、ちゃんとね、前半は本当に毎回カロリー計算して、ちゃんとね、自分の摂取量を超えるようにやってたんだよ。で、順調に体重増えてたの。なんだけど、もうこんなことになってしまって、もう本当にさ、もうやだな。はい、それでは体重を測っていきます。もう減ってる。まあそりゃそうだよね、食べてないもん。もう私があの 200g を増やすのにどんだけ苦労したかっちゅう話を。それがもう数日間でもう全部パーよ、パー。血液検査の結果があと数日で出るので、その結果に関しては、内容にはよりきりなんだけど、多分、来週のこのデブ活の報告動画で一緒に報告する予定です、今のところね。今さ、こうやって結構淡々と喋ってはいるんだけどさ、もう結果聞くのがめっちゃ怖い。なんかやばいのだったらどうしようってすっごい思ってる、毎日毎日。まあだけどね、いつかはね、こういう検査も受けなきゃいけなかったかなとは思うので、
まあ、ちょっと心して結果を受け入れたいと思います。はい、ということでね、2週目のデブ活経過報告でした。参考になったよ、楽しかったよ、ちゃんまり頑張れっていう方はね、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上です。バイバーイ。